お疲れ様でした。最後のチョークに行く前の段階で足を巻かれたと思うんですけれど、あそこの展開は思ってたよりも早く、組まれて施設されてしまったっていう感じですか？そうですね。ちょっと腕のディフェンスに意識してる間にもう気がついたら入ってたっていう感じだったんですね。うん。最後パムトゥーパムだったんですけど、あれはこう顎上から入っていった感じですか、それとももう喉の下にも入ってた？あれはそうですね、喉の下に入ってましたね。なるほど。あの展開は十分想定していて岩崎さんとやってきたと思うけれど、思ったよりも想定外だったのはその セッティングの速さだったんでしょう。うん、まあそうですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。